はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、はい、東京おもちゃショー2016へやってきましたね。はい、はい、いろいろ見ていきましょう。はい。おお、かっこいい。すごい。かっこいいね。これはカイロでバーソーダ、ソード、ヘビーガンナー付き。お湯はダース・ベイダー、ボバフェット。おお、すごいな、かっこいい。これか。一回ね、まずみんなの人を選んで、ステージの上に立ったプレイヤーがどっちと戦いたいかを選んでもらいます。何これ。開くんじゃないの？クリップ開いて。これでカードタッチ。透明のカードだね。すごいじゃん。そうだね、ペット屋さんみたいになってんだ。これ何？爆笑太郎だって。爆笑太郎。1300ギャグ搭載だって。これ面白そう。あ、これだ。面白そう。押してみて。トイレに行くためです。僕はギャングを横綱、神聖なステージをよこしな。これてっきりさ、パパ途中からあれだと思ってた。写真だと思ってた。本物なんだ全部これ。すごいねこれ。下色にカメラがついてるんですか？そうですね。でこちらが1台目のカメラで運転士カメラというんですけども、2台目のカメラが車窓カメラといいまして、車体の側面についております。自分がラレールに乗っているかのような。なるほど。そう、雨が降ってて、雪が降ったり雨が降ったり雷が鳴ったり、いろんな天気がランダムで出てきます。早いともあるね。早いとね、雨がちゃんと横向きに降るんだよ。バックもある。バックもあります。このカメラはリアルタイムで切り替えが可能になっています。バーティーがここで出るってのすごいね。3体合体するんだ。合体してるもう。あ、これが合体してるやつか。ミキだ。すごいあれ。ついに合体するかシンカリオン。はい、エイシンくん、妖怪ウォッチドリーム逃してしまいました。残念。残念すぎる。やっちゃったね。まあ発売日まで待ちましょう。わかった。他にもなんか楽しそうだったんで、バンダイさんね。失敗したな。はい、ということで今回は東京おもちゃショー2016でしたね。妖怪ウォッチドリームが見れなくて、エイシン君かなりがっかりしております。しょうがないね。しょうがない。まあ今日はちょっと遅くに来ちゃったっていうのも悪かったし、ちょっとね、なんとかっていうショーも見ちゃったっていうのも良くなかったですね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。